パリゴリンフェンシングサーブル女子団体で銅メダルを獲得したエムラ美咲が18日 TBS サンデージャポンに出演競技をしていく中での体型の変化について明かした番組ではフェンシングで剣を突き出すアタックを実践してみせたエムラは右利きの人は右足で踏み込むので崩れず止まらなきゃいけないんですよそのための筋肉が右足だけ発達してて お尻も太もももと右のお尻と大腿部だけが太くなってしまう、女性としての悩みを告白した。開会式で騎士を務めるなど、競技以外でも活躍した江村。金髪の美貌も注目されており、ディオールのアンバサダーも務めている。抜擢されたことに、本当にびっくりで、休日はファッションを楽しむのも大好きなので、めっちゃ嬉しかったと白い歯を見せた。 同じディオールのアンバサダーを担う藤田ニコルは、かっこいいですよ。身長が高いのでと話し、エムラも大喜びしていた。